何か分かんねえけども、俺の心持ちで、もうそんなことは言ってんじゃん。目の一番ってのが一枚だけ残ってただが。目の一番。おめえ様だったら当たるかも分かんねえし。これよ。そうですけど、どうもにありがとうございます。じゃあ遠慮なく。まあ茶だけでもいっぱい。この50両の金は、俺が5年がかりで絹を織ってこしらえた金でございます。この金を元手に織子を増やして、まあついでにこの桑畑もちょっと広げてと思っていた矢先だったもんでございますから。いや本当にね、お気をつけ出すって本当に助かって。じゃあ私はこれで。ああそうでございますか。いいの、本当にありがとうございました。大事にどうね。絹を扱ってらっしゃるそうで。実はうちの旦那も反物を扱っておりますもんで、よろしかったら商売のことでちょいとお付き合いを願いたいとこう申しておりますもんで。なんだよその顔は。いやいや行ってくるよ。旦那さん。私がいいんですけどね、その女房はもう今日で締めたいっていうもんですから。この目の色気、これはまさしく女難のそうです。まさか。ご亭主を死ぬほど恋い焦がれている人がそばにいるはず、心当たりはないかな。そういえば絵を描く。
今話してたと。女がどうした。分かった。分かってる分かってる。分かった。話したよ。何が分かったんだよ。いい何が分かった。やめろって。そこんとこに生えてた草じゃないかよ。よく聞きますよ。よくにはならないんだけどね。わかるようかな。噂には聞いたことあったけんども、本当にこんなところ。ならたまりた。なんか食い物があるんでしょうか。何でもありますよ。何にします。たくあんと味噌汁と握り飯みたいなもんがあれば。あ、失礼しろ。それで過ぎれば。どなたか存じませんけど、どうもありがとうございます。浜さん、どっか約束でもある。いい、まだ口開けでございますから。はい、そう、じゃあ揉んでもらおうかな。あさりでございますか。どうもありがとうございます。本当にさっきはありがとうございました。助かりました。あれ、私の手柄だからすぐ切れちまうかもしれないわよ。ゴールでいい匂いがちょっと思いました。浜さん、いつまでこの宿場にいるの。明日千両富がこう当たるかとか当たられるとか分かるらしいんで、明日はね、いようかと。千両富買ったの。買ったってちょっと人から頂戴したものでございますか。私もね、たまには買うことあるんだけど、当たった試しなんかあるしな。お父さん、親分さんはクジャクの間でお待ちかよ、早くしておくれよ。頼んだよ。ママさん、ごめんなさい、お座敷がかかっちまった。あ、そうですか。また明日来てくれる。じゃあね、ごめんなさい。はい、いや、こんなに頂戴しちゃう。だってまた明日来て頂戴よ。ね、そうすか。どうもありがとうございます。じゃあ明日の今頃でよろしくございますか。いいわよ。はい。おいでなさい。おい、おとよ、こっち来てお大臣様の相手しねえか。お大臣様だなって、おら。頂戴します。おみえ様の着てるものは一腰でございますな。何でしょう。一腰だよ、一腰一腰。そうだ、これからおめえと全部おめえたちも着ぬ着なきゃいけねえな。ありがとうございます。いや、ちょうど俺もな、この着ぬ扱おうと思ってたやつに、さっきの茶店でお前さんの話を小耳に挟んだもんだから。あれ、あっ、お前さんのこの絹をさ、一匹一両であっしが買いましょうよ。
一両？ああ。ありがとうございます。五年後にはきっと一生懸命追って持ってきますから。ああ、頼みますよ。おとや、このお大臣様に踊りたい。そのお大臣様ってのやめてもらえねえか。おら、ひいすけっていうもんでございます。へえ。あ、すけさんのために踊れや。お願いいたします。こんな思いできるなんて。方にもよくしてもらえたから、ほら、もうどうすべ。おかみさんは？おらの家？こそべえこと言わねえでほしいな。おらみてえなもんにかみさんが来るわけねえでしょ。いや、おら。いつも心の中に神様は持ってるけども。寝ましょうか。はい。おやすみなさいませ。どうです、昨夜はゆっくり寝られましたか。こっぱずかしい話だけども、お豊さんがおらのおった絹ばきてこの祝言をあげるところの夢ば見てしまいまして。ほう、
そらね、ひょっとしたら正夢になるかもしれませんで。ありえ、俺とお豊さんがそんな風に。まあそうしてやりてんだけど、お豊ってのはかえそうな女でしてね、親の借金を自分の体で払わなきゃならねえんで、二三日したら我孫子の宿へ鞍替えしなきゃなんねえんですよ。我孫子の宿って言いますと？我孫子ってのはそら暴露だとか籠かきだとかどうしようもねえやつら相手にしなきゃなんねえんでね、あっしもかえそうだとは思ってんだが、借金の利子が利子を生んで元金合わせて何でも150両ぐらいあるらしいんですよ。150両ほら、ここに50両はあるんだけども、あ、どうすべきかな。どうしたらいいんでしょうか。あっしの知っている人で、そのこの会屋でその材木を手広く扱ってる大田の旦那がいるんですがね、その旦那がこの博打が好きでね、その弱いくせにも毎晩100や200ちょっとやられてんだ。その旦那と差しでやったら300両ぐらいは勝てるかもしれませんぜ。あったけども俺は博打やったことない。私ね、物心ついた時旅回りの一座の子役してたの。役者さんだったんでございますか。役者だったって、ぬいぐるみ着せられて犬の役やらされたり、体中真っ黒に塗られてお地蔵様の役やったでしょ。あ、ネズミもやったことある。あの頃楽しかった。それから海の親って人が来たのよ、住人の時。あっちこっち車を回されてさ、でも面白いのよね、この商売って。稼げば稼ぐほど年季が甘いしまってさ、初めて岡崎ってとこ連れて行かれた時ね、綺麗な着物着せられて、おしろい塗られて、乙姫様の役もらったような気分になっちゃってさ。そこにいた女の人たちの名前って面白いわ。タコでしょ、ワカメ、サザエ、ヒラメ、タイさんって人もいた。お魚の名前ばっかりですね。だってその店リュウグってんだもん。ああ、これはまた随分おつな店でございますね。遠い昔のようでもあり、つい昨日のようでもあり。そうでございます。はい、ようございますな。ゴンゴンの蝶と出ました。ついておりませんな。はい、どうぞ。二度言ってたから、あんでございますな。いやー、初めて勝たせていただきました。私の番ですな。さあどうぞ。今度はあの犯人一つこの、はい、小ピンゾロの蝶。ねえ、国へ帰れば。様と一緒に。私なんか一緒に連れてったってろくなことないわよ。帰んなさいよ。俺がここさえいるとおめえ様に迷惑がかかるだか。私じゃないのよ、お前さんに。 なんで
迷惑がかかるって。俺は喜んでるんだよ。俺は生まれて初めて嬉しくて。俺の心の中を、なんて言ったらいいか、俺はもう、口じゃこれは喋れねえだ。俺は何としてもおめえ様を。その様っていうのを用意してくれない？だったら、呼び捨てにしてもいいのかな。別に、呼び捨てなんかしなくたっていいけどさ。それじゃあ、どうすべ。お豊さんって。ねえ、こんなとこでさ、無駄なお金使ってないで、早く国に帰りなさいよ。いくらでも世の中に私みたいな女行く。無駄なことねえよ。おら、無駄なお金使ってねえだよ。おめえ様のためになると思って、おめえ様のためになるってことは、おらのためになることだから。そこんとこの道理が分かってもらえねえと。道理もヘチマもないのよ、こんなところじゃ。ヘチマがなくたっておめえ様。優しさがあるってねえか。お客さん、もう一勝負参りましょうか。はい。この人は博打なんか知らないんだから。買っていきますから待っててください。さあ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 。できねえんだい。どうしても痛かったらな、かっぱらってでも銭持ってきな。かっぱらうなってことできねえよ。ほら、できなきゃしょうがねえじゃねえかい。で、どうぞお豊さんに一目だけでお願いでございます。お豊さんが俺のこと綺麗だってんなら、俺わからねえけど、俺このままじゃ綺麗です。お豊さんが俺のこと綺麗なのかどうなのか、お父さんの口から聞かせてほしい。あのな、
おめえみたいな男に惚れる女なんかいねえんだよ。そりゃ俺はよく分かってるだ。お願いでございます。お豊さんに一目だけでもいいから会わせてもらえていただく。お豊さん、お豊さん、お豊さん、お俺のこと嫌いでな。ほら言ったらおめえバカだろ。どうしてもあいつは欲しいって。おかえり。あんまさん、おかみさんとうとう寝込んじまったよ。ああ、それも大変なこと。どうせじゃないけど、酒を二三本お願いしたいんでございますけど。今すぐ。すみません、どうも。明るくなりましたか。お待ち遠さま。あ、俺どうもすみません。どうぞ。おかみさんの具合はどうでございますか。じきに良くなると思います。お大事に。どうどうもありがとうございます。まあ、一平おやりの話頂戴します。いい。誰の家でございますか。私が泊まってる一門宿でございますから、もう何の心配もいらない。もう切ります。一門ももう手にやんねえし、お姉様に迷惑がかかる。よったるだんね。お前ら一門なしどころじゃありませんよ。驚いちゃいけないよ。千両手に。私あのくれたあの千両富、あれがね、あれが当たっちまった。目の一番。あれ、あの、お前、よかったわ。だったからさ、これお前の。これが当たっちまったから。だからね、さあお前さんこれも。それはいけねえ。それはいけねえって。それはいけねえ。お前さんが長く持ってなくちゃ。俺が言ったお前様にあげたものを俺がまた取る。じゃあそんなことだと、ね、お兄様のものはお兄様のものだって。よもう、あのね、そう、お前さん、そのね、お姉様、お姉様、その、様ってのつけないでくださいね。もう、こんな、様ってつけないでくれって言われたっけ。お豊さんが、呼びつけにしてもいいって言ってくれたと思う。だけども、オラの女房になったわけでもねえしと、呼びつけにするわけにいかねえってオラが言ったら、好き
時に呼べばって。優しい人ですね。あの人のあの肩柔らかいって腰ちょっくら聞くけども、お御様はなんであの人のこと。あの私が道をね、こう流してる時に、ね、私の下駄の鼻をプッとこう切れちまってね、ああ困ってる時に上からこうなんか瓶付けの匂いのする布切れがこうポッと落ちてきた。あのお父さんがパッとこう投げてくれたんで、それでこう鼻を結んで、でまあ両耳にこう上がったって。もんだだか。よかったなあ。俺はあの人の体に触ったこともねえけど、あの人の姿は俺の目の中にこびりついて離れねえ。将棋離れるこっちゃねえ。下駄の鼻緒って言ったけど、お前様が履いてるあの下駄け。いえ、さんだっていうことを聞いたものでございますから、ちょっとお願いしたいものがあるんでございますけど、すいません。何？これなんでございますけど、ちょっとこれをおそろいですけど、同じように書いていただけるや。当たりくじじゃない。ええ、そうなんですけど、それ一つ書いていただけますでございますかね。明日までだったらいいよ。あ、そうですか。明日の朝まで。はい、それはね、一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ねえ、持って帰っていいよ。いい、それはそちらにお預けしてきますから、ね。なんだ、おめえまだ用があんのか。いや、俺にはもう用はねえけど、こちらの人が遊びてってから。何？まあ、親分だと思いますけど、本当にお目にかかれ。実は私は大きい声じゃ言えないんでございますけどね、千両飛びが当たっちまったんでございますね。千両飛び？夢の一番手のでございますからね。もうこの平助さんから聞いたら、こちらはまあ遊ばしてくれるってんで、
あの一生のうち一回だけ遊ばしてもらおうと思うけど。そうかい、それよく来てくれたな。おめえもよく戻ってきてくれたな。ああ何もおやしんねん、上上がたまねえから。ゆっくり遊んでってもらおう。ゆっくり遊んでってもらおう。どうぞ。おいおい、ああ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 ほっとけ。あの、もう一度ご覧に入れますから。ほっ、ああ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 おめえたちも酒飯入れるか。酒飯がお好きなんだから。いやいや、あのね、女の方はそんなことなして逆立ちなんで、そこはろくなしてきませんよ。いいえ、一つ行きましょう。ちょっといたずらしたい気持ち。間違いねえな。いや、ご苦労さん。天間さん。いや、天間大臣さん。ええ。その札はうちの門に行かせて金と返させましょうか。いいえ、そんな金なんてはいつでも返られますからね。その前にあのどなたか一つ私と差しでちょっと勝負しさせてやってくださいましな。もしそちらが勝ったらこの千両飛びをうーっとそちらに差し上がって、私が勝ったら十両。十両ですか。ええ、千両と十両の勝負。こんないい博打はそざるにあるんじゃございませんよ。ああ、誰か酒を持ってこねえかい。いや、あの、何をさ、持ってくることあるか。ちょっとね、そこからポーンと放り投げてやってくださいまし。ほら。いや、あの、一つ材でやるでしょうか。せな、目は。目は二つだ。よしの勝ちですね。その千両富をちょっと貸しておくんなさい。タバコの味も消し炭でつけるタバコの味も変わりはないね。親分さ、大きに楽しませてもらってありがとうございました。いや、これはあの皆さんでご祝儀がある。おめえ様みてえな人、おらもうたまげたな。
千両富に火つけたときは、おらもどうなるべえかと。いや、とども、千両富でつけるタバコも、消し炭でつけるタバコも、味が変わらねえって言われたときは、ありがとうございました。平助さん、麦を見ねえな。踏まれたって踏まれたって強くなっていくんじゃありませんか。いい、ほら、今度こそ麦みたいな人間になりました。そうなってそうなって出直すんだぜ。踏まれても踏まれても麦みてえに強い人間になって出直しました。じゃあ巻西八幡で待っててくんな。こっからわずか2年ぐらい先にあるから。え、あの巻西八幡ですか。はい、さあ早く早く。嘘だべ。ほんと、おかみさんにしてくれる？そりゃダメだよ。おみさまを幸せにしてやることはできねえよ。おらにはもう何もねえからな。あるじゃないの、心が。心？心だけでおめえそんな。七さんがね、この富くじを
ねえ、あん時さ、私富くじ持って逃げたら、あんたどうするつもりだったの？お前さんにはそんな匂いはなかったね。ありがとう。雨に降り込められた船宿に引き寄せられた一つの運命、十手を返上する老いた岡っ引きと惚れた女を殺し逃げ回っていた若き船頭、人を信じることができるかと一の問いに二人はそれぞれ命を懸けたが、次回新座統一雨の船宿にご期待ください。